爽やかな秋の風が吹く青森市。青森キクラゲを育てている石田さんの栽培施設を訪ねました。立派に生えているこちらが青森キクラゲです。大きい。肉厚でみずみずしくコリコリとした食感が特徴です。乾燥したものは通年食べられますが、生のものは10月いっぱいまで流通します。今年まだ食べてない方、まだ間に合いますよ。乾杯。県の産業技術センターがキノコ生産者の夏場の収入源となる新たな品目として開発し、今年で4年目です。今年度は48人の生産者が青森キクラゲを作っています。こうして一つ一つ丁寧に収穫するんですね、はい、散水。青森キクラゲを育てるには温度や湿度に気を配ったり、こうした水やりも欠かせません。シャワーだ。20分から30分やります。朝晩。クラゲも生き物なので、毎日様子を見ながら大事に育てています。生産者の石田さんに美味しい見分け方を聞いてみました。美味しい見分け方、こういうのが美味しいですよね。こういうのはね、こういう、それで 若そうな感じ。色が濃く、ツヤがあって若々しいものを選ぶといいんだそうですよ。勉強になります。よく食べるというおすすめ料理を作ってもらいました。青森キクラゲの、麻婆豆腐を作りたいと思います。よし。豆腐の柔らかさとこのキクラゲのコリコリ感が混ざって美味しいと思いますよ。使うのは市販の麻婆豆腐の素で OK ですよ。青森キクラゲは必ず加熱が必要と前回紹介しましたが、ね、炒めるときは火が通るので下茹でなしで大丈夫です。そうですか。豆腐を入れて煮込むんですが、ここでもう一つ参考ポイント。これはニンニクと生姜のスペースですね。ちょこっとした隠し味で風味が出ると思いますよ。とろみをつけたら出来上がりです。キクラゲは結構味が染みるんですよ。そう。簡単おいしい青森キクラゲの麻婆豆腐。いただきます。おいしい。キクラゲのコリコリ感が非常にいいですね。そうだ。キクラゲを噛めば噛むほど口の中に旨味が広がる絶品麻婆豆腐でした。